新しい可能性を見せた新生山口、このアウェーで自分たちの本気を結果で示せるか。左エンドがアウェー山口、右エンドがホームの琉球です。山口のキックオフで今ゲームが始まりました。するために準備はしてきているようです。風間兄弟の弟風間光也のクロス、アーリーで入ってきた、ファーに合わせる、アウェー届きましたね。開幕に続いて琉球いきなりの先制パンチ。阿部拓磨の今シーズン初ゴールで琉球が先手を取りました。少し入りのところで、遅い感覚はあったんですけども、やっぱりこう自分が打ちたい、はい、ショートコーナーつないで角度つけて風間幸喜、まあ、一つ、ね、あそこ越えれば面白かったですけども、で上里シュート、最後岡崎が足を出していきましたが声も聞かれています。清武のクロス、阿部合わせる、関ナイスキーパー、後ろから田中圭太、少しマイナス気味のところ阿部選手よく見えてたっていうのもありますけども、ね、まあ、ここに対してサイドバックの選手が来れる、このまた琉球が高いところでボールを奪って風間光也抜け出して池田も走ってる、風間光也ナイスキーパー、関関選手ね、まあ、2手目、よく反応しましたゴールキーパーの関。風間選手もね、はい、しっかりことできますから、はい、梅木選手のその守備の貢献というのがありましたね。阿部阿部阿部、いや難しかったかな、これは。沼田のクロスにピンチを迎えましたが失点はしてないんでね、一つずつ返していかないといけないですね。そうですね、うんうん、お石川、石川抜け出してマイナスのクロス合わせて草野、1点返した山口、草野移籍後初ゴール、1点返しました山口。まあ、さっき言ってたそのサイドバックの関わりの部分なんですよね、はい。まあ、ここで高木選手からのスルーパス、まあ、この高木選手が受ける前の時に、石川選手がハーフスペースにポジションを取ってたんですよ、はい。上里、池田、もう石川よく体で入れた、阿部いい、ポスト決めたかったな、これは。岡出身、時計を見ました、最後のボールになるか、跳ね返したところ、試合終了のホイッスル、2対1、勝ったのはホームチーム琉球。